それではラズベリーパイにトコスの無線エンジンを接続しまして、実際に電気をつけたり消したりしています。これが USB 接続のトコスのスティック、こちらの方がコンセントに内蔵されてますけども、マッチ棒がついてます。無線のモジュール、デジタルアウト、デジタルインだけ使用しています。で、そのデジタルアウトの出力を100ボルトに変えまして、こちらの電気をつけます。それとデジタルインの方には、こちらに座ってます人形の下には接点がついていますので、これを検出しまして、実際的に動かしてみましょう。で、電気、トコスのデジタルアウトのところに電気のすでに名前を付けて登録してますので、こいつを一旦ハイにしてみます。電気がつきます。次にローにしてみます。電気消えました。次に狐を持ち上げてみます。こちらの狐の脱走しましたっていう信号が、はいっていう形になります。以上です。